第13回がただみの朝日対中山の天神。さあうまくこの角を引っ掛けて相手をね。天高く佐々木が投げられた。いやさあ。まあだいぶちょっと盛りすぎじゃない話と思って。パカッと開いた。めっちゃ重たいです。本日最終回第17回が塩谷の中吉対寺澤の門出。はい、密流号からこのオジアの方に所属、そして門兵という名前で導入された地でございます。もうですのでもう大和市のこの所の皆さんはもうこの密流号門兵を熟知しております。いらっしゃい。さあ先に入場、先に入場はご当地中山の天神、天神が入場でございます。牛餅は菅豊さん、小千谷闘牛会会長であります菅豊さんの愛牛天神でございます。両牛土俵中央に顔合わせをして鼻毛を抜きます。天高く鼻毛が投げられて、いやさー、赤い天地が大下、そして対する天神でございます。さあ先にやはり仕掛けたのはこの森田、さあ一気に仕掛けどうだ、さあ天神どうする、さあ天神も顔を下ろさない、さあ天神気持ちいい、こういう気持ちいい天神大変でございます。さあ気持ちを見せた一番、さあどうだ、宮もですねガツンガツンとこういったこの怖い怖い攻撃を仕掛けてくる牛でございます。さあ一気に行く、さあ一気に行く、さあさあ彼が返すか、いやっしゃさあもうこの泉谷なんていう牛はですね、もう一瞬の隙があれば一気に飛び込んで攻撃を仕掛けてくる牛でございます。さあ田中も気が気じゃありません、一瞬でも気が抜けない。さあ瀬古町手が上がりました。さあ引き分け、さあ取った、さあ西に引き上げはタイトでございます。タイトありがとうございました。さあ場内に残りますのは天神、天神でございます。牛を引くのはこの天神の牛持ちでございます、小千谷闘牛会会長であります菅豊さん、菅豊さんが今自分の愛牛の綱を引いております。平沢誠さんが綱を引いております。さあ必ず時計回りにですねこの牛を一周させて、またこの場所で戦うんだぞ、そしてこっちの場所でまたやるぞと、
なんでまだ。もう全然俺もうあの下でもいいし。同級生対決ね。同級生下でもいいし。先生。え、すごい先生。すごい先生知らない。